一斉のでバンバンザイだです。みゆです。はい。ということで、はい、本日なんですけども、うん、ずっとやりたかった企画がありまして、はい、私たちって、はい、職業体験したじゃないですか。うん、あれ？まだしてない。まだや。まだやんね。でも、したんですけど、はい、20歳になったということで、うん、20歳になってからやりたかった企画なんです、こちら。はいはいはい、はい。先に言いますね。夏頑張ってくれた岸へのおもてなし企画、インキャバクラキャバクラとか、一度は憧れじゃん、はいはい、職業として、うん。やっぱ女の子のさ、鏡じゃない、なんか。そう、憧れだね。憧れはやっぱあるよね。そう。え、これはさ、誰が持ってきたの？騎士。騎士がやってほしいなってずっと言ってて。最近、外に出ること少なかったじゃん。うん、新しいよね、ジャンル的には。新しいと思う。ね、露出するのちょっと恥ずかしいなとかね、思ってたんだけど、二人ならいけるんじゃないかと思って、はい、今回45さんにご協力していただいて、この後、ちょっと体験していきたいと思います。はい、まずはヘアメイクの方から行って、うん、その後ドレス着替えて、はい、衣装をお届けしましょう。はい。ということで早速やっていきま、ショウ。ちょっと、わかんないけど、メイクし始めてまーす。緊張してきた。アップしてお願いします。お願いします。じゃああとはお楽しみに。着替え終わりました。お、映し方エロいな。映し方エロいな絶対。はい、どうでしょうか。いいんじゃん。いいじゃん。いいと思うよ。いいよ。いいと思う。うん。本当です。撮って撮って。いや、もう撮って撮って。ね、注意して。ダメだから、はい。まあ、いいじゃん。なんかね、今日ね、多分雰囲気が真逆なのよ。うん。ポッチルなっぽいもんね、髪の毛とかね。髪の毛とかも。そう、でもちょっと逆にしてみましたので。はい、ちょっとこの後ですね、うん、すぐに義士のことをおもてなしできないですから、はい、いろいろと、お姉様方に教わって、はい、ちょっと都会のものになって、騎士のこと接客しましょう。はい。じゃあちょっと はい、面接、うん、をするんですけど、はい、この後、はい、ちょっと厳しめで、はい、お願いしたいと思います。頑張ります。頑張ります。じゃあ面接を始めます。はい。今お仕事は何されてますか？今はアパレル関係です。アパレル関係。はい。私は今フリーターです。あ、フリーターです。はい。キャバ嬢はどうしてやろうと思ったんですか？言ってやんなよ。私はやっぱり強い女になりたくて、うんうん、かっこいい女性に、はい、うん、付き添いなんで、はい、あまり深く触れない。はい、キャバ嬢として採用されてどうなっていきたいとかありますか？やっぱり今まで引っかかってきた男を見返せるような女にはなりたいなと思います。相当ダメ男作ってきたな。そう、本当にダメ男製造機なので。あ、そうなんだ。年齢名とかはもう決めました？レナです。はい、リクです。はい、ミクさんはアパレルと掛け持ちで、はい、これからも、はい、長くお世話になると思うんですけど、お願いします。週どれぐらいで出そうですか？週6が、うんうん、一応そうですね。私週1で。あ、週1で。はい、アパレルもある。あ、すいません。アパレルはどのぐらいで出てるんですか？週8。週8。はい、1日午前と午後で月曜日だけ働いて。はい、だいぶ大変な。そうなんです、うん、はい、なんか質問とか聞いておきたいことありますか？ちょっと私たち田舎っぽいんですけども、垢抜けられますでしょうか、こちらで働くと。垢抜けです。はい、正直なところです。はい、今の時点で無理だよと思ったら無理ですって言ってください。はい、原石だと思うので。あら、削れば身がいいってことです。磨けば光る。はい、ありがとうございます。よかったね。はい、頑張ります。よろしくお願いします。本当すいません。はい、失礼しました。ということで、はい、これからちょっと作法を教えていただきたいんですけども、はい、自己紹介の方をよろしくお願いいたします。はい、45の星野ティナです。お願いします。うわー、かわいい。超かわいい。えぐい。でもなんかお店入ってくる時に見た瞬間さ、いろんなお姉さんがいるじゃん。もうかわいすぎて。え、それな。もう頭、顔上がんなかったもん、ちょっと。いやいやいや、本当にかわいいです。いやいやいや。はい、おいくつですか？21です。ルナさんと同じです。うわー、やばいね。これやばいわ。これちょっとやばいわ。今年成人式です。そうです、そうですよね。えぇ、ー、ちょっと
衝撃受けた。大人見てますけど、はい、いつも見てます。チャンネル登録もちゃんとしてます。ありがとうございます。あの、あれが好きです。寝起きに、はいはい、食べるやつ。あー、寝起き一郎とかです、ね、めっちゃ好きです。嬉しい、めちゃくちゃ嬉しい。ちょっとあの、はい、皆さんに教えていただきたいんですけど、はい、まず何をしたらいいんでしょうか。まず席をついたら、はい、名刺を渡します。あ、そんな、自己紹介していいですかって言って、なんかこれどこに、やらしい。やらしいな。星野ティナです、お願いします。欲しい欲しい、なんで欲しい、なんでなんでなんでレナってカメラ。そりゃそうやろ。どうして渡すときは向きとかあるんですか。今特にないですけど、両手で渡しますね、いつも。はい、お願いします。お願いします。ネジを渡しました。渡しまして、じゃあ私がお客さんの役やっていいですか。はい、じゃあお願いします。いや、今日仕事疲れてさ。え、何時までお仕事だったんですか。いや、ほんとさっきお疲れ様です。ありがとう。え、今日どんな具合ですかね。お酒結構酔いたい。いや、酔いたい酔いたいよ、ディナちゃん。ちょっと大丈夫です、濃いめで。ありがとう。私が酔わせますね。うっみたいな感じで、何？氷をもう満タンに入れます。はい。じゃあいくつ？今21になりました。あ、彼氏いんの？彼氏もいないんですよ。募集中です。離婚しようかな。離婚しようかな。いいんですか？あ、うまい、うまいわ。うがい方もうまいわ。うまかった。いつも何飲みますか？いつもハイボール。ハイボールで。あ、でも今日水割りがいいんだ。今日水割りできますね。うん。濃いめなんで、はい。ちょっと。こんぐらいです。2本指ぐらいですかね。なるほど。山岸は大丈夫、これぐらいで。山岸はこれぐらいで。で、水割りで、はい、この氷ぐらい入れちゃいます。はい。え、普段もこの時も会話しながらですか。あ、そうですね。ずっと一回黙ってって言いそうな。いや、ダメだよ。ダメだよ。はい。ありがとうね。飲みなよ。え、いいんですか。飲みな。いいんですか。もう好きなん頼みな。ありがとうございます。って言って、お願いしますって言って、自分の飲みたい飲み物を頼むって。あ、なるほど、わかりました。で、なんか飲んでもいいですかって聞いて、いや、ちょっと今日はそういう気分じゃないんだよみたいな断られる時もあるんですよ。そしたらこっちのお水で自分で作るみたいな。あ、そうなんだ。はい。それまでは何も言わないで、はい、最初の一杯はこうやってお水で乾杯って感じです。すごい。じゃあ一緒に乾杯してもいいですか。ありがとう。いただきます。お疲れ。で、下に。はい、わかりました。ありがとうございます。いただきます。弱いもんで、ね、弱いんですね。酔っ払って始まっちゃう感じとか。あ、いいみたいな感じですね。あとはもう本当にたわいない普通の、もう普通の話、仲良くなれる。うん、私は結構敬語使わないタイプなんですよ。最初からその方が近づけるっていうか。義士めっちゃ好きそうやな。義士めっちゃ好きそうやな。もう今回こっち上がってるよ、右だけ。ずっと上がってる。マジで楽しみです。なんかこれだけは気をつけた方がいいよってことあります、逆に。え、どうだろう。なんか大げさにいつも私はオーバーリアクションしてますね。沈黙にならないように。へぇ、はいはい、みたいな。え、そうです。だいたいへぇみたいな感じ。やばい。どうする、売り上げとか競っちゃう。今日初日だよね。初日だから。でもティナちゃんと一緒の年だから、うん、近づけるように頑張る。だから頑張ってくれ。あ、私、うん、あ、スナック化しないように頑張る。さすがに、さすがに頑張る。でも一回相手はギシ君じゃん。いや、そうなの。酔っ払わないように頑張ろう。うん、はい、頑張りましょう。頑張ります。じゃあ今からは、はい、相手ということで、はい、勝負をしましょう。じゃあ、 あのキモいとか絶対ダメ。はい、あの何されてもあのこう綺麗にね、あしらっていきましょう。はい、お願いします。お願いします。いらっしゃいませ。座って。いいじゃん。よしよし。今日何帰りですか。今日、はい、今日風俗行ったの。あ、そうだったんだ。え、じゃあもう処理をしてきた後。あ、してきた。はぁ、処理。なるほど。でも、あの、一応、初めましての設定なんで、はい、お名刺だけ、お話ししてもいいですか。はい、ミクです。ミクです。あ、ありがとう。はい、お願いします。サービスの眉毛みたいな。すごいな、ほんまに。ありがとうございます。ミクちゃんね。はい。じゃあ、私の方。お、ん、絶対レナだ。わかんないよ。ナレです。ねえ、当てないでほしい。ねえ、やだね。当てないです、お願いします。あ、じゃあ、俺、リョーマ。あ、リョーマさん、うん、へえ、なんか懐かしい感じする。ね、なんかね、前世とかなんかあったかもしれないね。確かに。なんか飲みますか。よし、じゃあ何飲もうかな。
水の水割り、二日酔いだからね。あ、そうなんですね。昨日はすごかった。へぇー、うおー、反応すごいでかい。反応すごいでかい。すごい。お酒強いんですか。お酒は強いよ。へぇー、昨日はちゃんとお家帰りました。昨日帰った。おー、偉い偉い。うわー、ありがとう。賢いじゃん。ありがとう。ありがとう、お兄さん。うわいいね、この店。カウンランク高いよ。嬉しい。すごいよ。いや、俺も、歌舞伎のこういうところ行かないから、うん、いや、ちょっと気合い入れたんだよね。何に気合い入れたんですか。これさ、まあ仕事の服だからさ。見えない。仕事の服の方が私好きです。ちょっと着替え持ってきたから、ちょっと着替えていい？目とかつぶった方がいいですか。目つぶっといて。わかりました。いや、その場で着替える感じですか。うんうん、その場で着替えるから、マジでつぶっといてな。あ、大丈夫ですか。大丈夫、大丈夫だよ。ありがとう。あ、ここ膝小僧ですね。膝小僧だね。はい、ちょっとじゃあ、はいはいはい。はい。せーの。え、お兄さん、そんな。え、これ似合ってる。でも。似合ってる。え、似合ってる。仕事の合間で買ってきてさ。え、なんか、え、ちょっと、りょうまさんが来た瞬間、ほこりやばい。すごい合ってんね、ほこり。かっこいい。かっこいい。え、でも、グッチにシュプはなんかさ、なんかちょっとそこまで頑張らなくてもいいんじゃないかなとか思うんですけどね。え、じゃダメってこと？いや、その分。え、似合ってる、似合ってる。すごい似合ってる。いや、違うの。あの、その分、やっぱ会いに来てほしいなと思うんで。飲みは寄るの。あー、うん、ありがとう、お兄さん。え、お兄さん一緒にじゃあお酒でも飲んでもいいですか。いいよいいよ、飲んで。え、いいですか、一緒に。え、やっぱお兄さんもちょっとだけ飲んでほしいなと思うんですけど。いや、飲むよ、それ。じゃあみんなで乾杯しよう。え、しましょう。やったやったー。じゃあ私、好きなの飲んでよ。おすすめをお兄さんにも作ろうかな。え、声小さ。声小さ。声小さ。雨降ってました。雨降ってたよ。え、そうだから髪の毛傷んじゃってさ。え、全然、あー、すごい。そのセーフで。そう。え、やられちゃったんだ。どう、雨で。いいと思うよ。氷今混ぜてるからさ。おいおいおい、あのさ、あのさ、一回 TTTTT 入ります。ナイス T。 あのさ、あの、なんで私だけさ普通にナチュラル触れると思ってんの。怒んないから。確かに、そりゃそうだわ。じゃあミク T 終わり。はい、 T 終わり。ミク、ちょっとこれお酒入れてね。はい、じゃあ乾杯しよう。しよう。失礼します。失礼します。じゃあ乾杯。乾杯。乾杯。あれ、はぁ、あリーさん、タバコ吸います。吸うよ。いつでも噛まなければ燃えします。燃えてる、燃えてる。こいつ面白いな。面白いですよね。こいつなんかそういう、こいつそういうのボケるんや。ティー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 。おめぇ、若い子でないし。おめぇ、背中向けるな、24で。ティー終わり。ティー終わりでーす。え、ミクちゃん、あれ、書いてよ。オスラブに。なんでもできるんだってね、おさらいしよ。お兄さん、あの、これはあの上の人にもやっぱバレたらダメなので、そういう、いや、そういうのは私好きじゃないです。確かに、先生堂々生きてほしい。うん、うん、そうね。うん、せっかく揃ったから3人で思い出話とかしますね。確かにね、あの、祭りとか楽しかったですよね。祭りね、あの、行ったよね、アフターで。いや、アフターじゃないか、同伴か、あれ同伴で行きましたね。で、私が襲われかけた時に、うん、助けたんだよね。そう、レナがね。えぇ、お兄さんかっこいい。あれ、レナ死んでなかったっけ。え、誰と勘違いしてるのかな。あれ、私はナレですか。ナレで、ナレさんです。あの、髪飾り反対だったよ。と一緒に名前も反対。あ、名前も反対。なるほど、なるほど。ナレです。すごい困った時があったら、救世主を呼んでいいっていうふうに言ってくれたんですよ。その前に、カツ入れるために、ちょっとお酒入れとこう。オッケー。オッケー。じゃあ、レナ入れちゃう。慣れてないね。だって初めてだから。そうだよ。お願いします。部活かも。お願いします。お願いします。超かわいい。めっちゃいい匂い。横行くか、行けるか。いや、横行け。横行け、横行け。いいよ、横行け。横行け。おい、中学生みたいな。いいよ、いいよ。せっかくだから。そうですね。じゃあ、せっかくなんで、名刺を貸してもいいですか。はい、よろしくお願いします。この名刺いいだろ、名刺貸させろ、もういいわ、うちらの名刺。なんか飲みます。あ、いいですか。あ、ぜひぜひ。あ、お願いします。キティください。うわ、いいお酒。いや、すごいな、なんか動画を通じてこういうところに来れる。確かに。知ってますか、私。もちろんです。ええ。
ちょっとなんで嘘だよ。嘘だ。本当。なんでこんなことしちゃった。え、でも確かになんかイメージもっとシンプルなのかな。そう、そうですね。このために使う。めっちゃ言い訳してるこれ。あんま高くないこれ。じゃあ、乾杯してみよう。はい。いただきます。おい、これ、おい、これ。ちなみに働いてどのくらいですか?4ヶ月。見えない。先輩風吹いてない。2、3年貫禄あんのかな。あったよね、あったよね。4ヶ月。え、おいくつ22年。あ、じゃあ俺の1個下だ。いい。非常に楽しいです。こういう男性どうですか。いや、服なしで。あ、服なしで。あ、じゃあ顔ね。顔もめちゃ正直で絶対筋肉質で、あの下浮いてる系が好きだ。え、なんでなんでかっこいいですか。そうなんかい。そうなんかい。なんでそうなの。仲良くとかなった方がいいんじゃない。確かに。どうやってお客さんと距離詰めるんですか。ショット頼んで、遊んで、飲んで、仲良くなります。もう僕、手っ取り早いプランです。手っ取り早いプランなんですね。ちょっとを出して飲ませるという。じゃあ、一回やってみようか。やってみましょう。どうします。テキーラですね。テキーラで。テキーラ。はい、お、いいです。なんか頼む。1、2、3、4、5、6。なんでやろ。その8やろ。じゃあやつやつ。めっちゃ本当に持ってる。めっちゃ綺麗、マジで。本当にドタイプじゃない。もうさっき一瞬膝がちょっと当たっちゃったんで。そしたらミキ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 。いや、え、今その顔ほんとにやつだよ。そうなんだ。おーい、めっちゃ呼吸やん。マジ二日酔い、やばい。お前やろ、頼んだの。え、マジで何してんだろう。じゃあ、まずゲームだから。オッケー。なんか流行ってるゲームとかあります。 TikTok で、てん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 、音楽あるじゃないですか。あれに合わせて、じゃんけんして、負けたら飲む。なんじゃそれ。え、一回それやってみる。やりたいです。オッケー。音楽流したいですよね。歌上手い人いる。あ、確かに確かに。いきます。はい。ワン、ツー、ワン、ツー、スリー、フォー、サンサー、テキラ、ジョナ、ネネ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 。ウェーイ。ダメ。いってらっしゃー。あ、危ない危ない、コールしてきてない。危ない危ない。マジ危ない危ない。なんでコールすんだよ、お前は。なんでなんで。うー、いいねー。記憶蘇った。めっちゃ綺麗に撮ってるやん。笑ってみ、拭くな。今見ました？何？あなたたちが楽しそうに笑ってる間にこうやって、これこれどういうの？おしぼりじゃない？すごい！こうやって。ちょっと遅かったな。シェ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 。周りを見れるのすごい。エッチなことしないで。すごい。あー、やばい、おい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 。おい、触ろうとさ。でも、俺思うんだけど、もし本当に彼氏とかができそうになったら、やっぱどうするんですか。だってこう、おっぱいがさ、人に見られちゃうじゃん。彼氏だったら嫌だよってなったら、理解の人、ある人を選ぶのか、チャックを閉めるのか。チャック閉めればいいやん、じゃあ。それは、じゃあ、あ、きつそう、きつそう。うわ、きつそうだ。じゃあどうですか。いや、楽しいっすよ。もう一人、天使呼んじゃいますか。お願いします。お願いします。あー、お願いします。お願いします。失礼します。で、シェアパスでもいいですか。いや、ぜひ。ティナです。ティナ。キャバクラとか普段行くんですか。いや、本当に全然行かないです。え、めっちゃ行きます。めっちゃ行きますよ。えぇ、マジで。昨日も行ったって言ってました。えぇ、どの辺ですか。西麻布です。西麻布行ってんじゃん。芸能人のマジやそれ。いや、これ変な誤解されちゃう。もしこれでさ、本当にどっちかが俺のことに好意を抱いてくれて何かあったら誤解されるから。ないのよ。それがないから今話してる。マジでここ好みの店だ。ほんと西好きそうなお顔の方がいっぱいいるわ。タイプはどんなタイプ。ちょっとぶっ飛んでて童顔美女みたいな。二人とももろ。いや、そうマジでそうなのよ。苦笑いすな。待って、苦笑いすなって言ったら俺の肩叩いて。あら、それどう思った。どう思った。ミキ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 。やめなさい、やめなさい。落ちて、落ち着け。元気。あ、ありがとうございます。私一番好きなのがコカボブなんですよ。おお、怖いコカ。そうなんですよ。コカボムでお願いします。コカボムで。で、言えないなら言うな。コカボムで。かわいい。普段何飲むんですか。
ビールっすね。ビンドオンリー。ビンドオンリー。ビンドオンリー。待って。ビンドオンリーって言って、えって言ったら、ここ。触った報告やめて。ビキビキすんな、お前。何回すんねん。抱きつかれたらどうなんの？ん？バになります。やだ、ちょっと。おーいこだ。マジできた。うわーやばいやばい。乾杯しましょう。はい。AKB チャチャチャラチャチャ。ボディファイブ。いや。いや。いや。全く夜の世界で働いたことはないですか。全くないですね。何笑ってんすか。何がおかしいですか。でもちょっと酔ってきましたよね。結構私酔ってる。ちょっとマジで唯一二人が慣れてないことがあって、カメラ回ってなんか絶妙な緊張感じゃない？ああ確かに。それめっちゃ酔い回る。今どんぐらいですか？一から十だって。翼さん。四。ああ四。ギズ。ギズ。最後に言っとくことない。それかプライベートでマジで死ぬ。それはめっちゃ面白い。マジで来るか。選べるよ。でもこの服じゃないと入れない。キモすぎだろこの服で。後日いてティナと翼いる。あやと翼。ありがとうございます。キモすぎだろ。いる。二日酔いマジバレ。いる。いやいいわ。本当に酔ってていいわ。死ぬしたくなる。え今度3人で行かない？マジで。じゃあ一回俺ティナちゃんテキーラ乾杯するわ。あ、いいね。うん、行きましょう。行こう。いってらっしゃい。はい。いってらっしゃい、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 地獄の果てまでいってらっしゃい。儀式の時乾杯できるなんて思ってない。儀式？儀式？儀式って言った。儀式？髪型特殊だろ。あのさ、ちょいちょい噛むのよね。でも噛めば噛むほど俺の膝触ってくるから。もっと噛め。やばい。儀式？儀式？儀式？苦手なお酒あるの？ワイン。あ、ワインなんだ。潰れたことある？潰れたことが今まででちょっともうないんですよ。すごい。お酒でやらかしたいエピソードとかあります？聞かせて。おい、一番やれ。儀式に腕を噛まれるまで酔ってなかったんですよ、私。で、なんで噛まれて酔うんだよ、お前。じゃあ、噛まれて、痛すぎて泣いて、もうみゆちゃんに泣きついて、そこから酔いがぐるんって回って。え、それはプライベートで？プライベート。そしたら、ゴミ箱とかエレベーターのとこに。みゆは何が酔ったエピソード。私は全然ないんですけど、緊張すると、バゲロしちゃう。バゲロ？マジで。なるほど。マジバゲロな。ないですよ。もう今ないもん。みんな構成してますから。そう。あ、そうなんだ。ティナちゃんもこれからね。これからかな。私でも結構酔っ払いすぎたら泣くタイプなんですよね。うわー。褒められて泣くみたいな。ティナちゃんの第一印象めっちゃ負けず嫌いそう。か弱いです、私。か弱いって言ったら男喜ぶだけやろね。何やねん、お前。楽しい？楽しい。楽しいって向けてね。楽しい！楽しいか？楽しい！楽しいか？楽しい！ごめん、ここでタイマー！ということで、撮影の時間とかもあるので、最後もう手で終わりますか？はい。せーの。お疲れー！ありがとうございます。今日はありがとうございます。ありがとうございます。お願いします。お願いします。どうだった？うちらのおもてなし企画は。マジで楽しかった。大変そうだったからさ、こういう企画だったら嬉しいです。いや、本当に楽しかった。わかった。嬉しい。マジで。ということで、リラックスね、できたと思うんで、また今年はバンバンザで頑張りましょう。はい。はい。ということで、このチャンネルがいいと思ったらチャンネル登録、グッドボタン、コメントお待ちしております。次回の動画もお楽しみに。バイバイ。ありがとうございました。本当に、ありがとうございました。